え、ソーダ水じゃないの？あ、ここに。はい、これを。何これ飲み物。何これ。ゆっくりかき混ぜて。甘い。もはやコーヒーっていう概念がちょっと揺らぎますね。コーヒーの魔術師。今回喫茶店を訪れるのは、著書「怖い間取り」シリーズがベストセラーとなった芸人松原タニシ。松原タニシです。さあ、片っ端から喫茶店。こちらは千林大宮の近くになるのかな。ザ住宅街。どこにお店があるの？喫茶店。あ、これ？これですか？コーヒー。あれ？あ、なんかすごい若者が。え、お兄さんたちですか？はい。え、ちょっと。お邪魔します。松原谷さんいます。お願いします。うわ、すげえおしゃれ。え、ちょっと待ってください。店内はもう このスペース。はい、喫茶店ですか、ここは。はい、ですよね。え、なんだここは。これ携帯ショップとかじゃないですかね、これね。あ、違います。携帯ショップで。あ、でも豆がすごい並んでて、はい、そうです ね。はい、ちょっと気になることの方がいっぱいあるな。はい、千林大宮の住宅街にひっそりと佇むドゥコーヒー。コーヒーを純粋に楽しんでほしいという思いから、店内はシンプルな作りに。若き2人のオーナーが目指すのは令和の純喫茶。もう店内が全然そのなんか思ってる喫茶店って感じじゃないんですけれども、そしてちょっと お若いお二人ですよね。おいくつですか？自分は26歳です。26歳、はい、僕は20歳。20歳。はい。ちょっともういろいろ気になるんですけれども、そのオーナーはどちらになるんですか？一緒にやっていて。あ、共同経営ですか？はい、20歳と26歳で。はい。名字違うから兄弟でもないですよね。はい、ちょっといろいろ気になるけど、まずはコーヒーをいただいてでからですかね。ちょっとおすすめは、あの僕たち結構フルーティーなコーヒーを。フルーティーね、はい、フルーティーなあのコーヒーね。ありますあります。はい、押していて、これ良ければコーヒー豆の香り、はい、香り、はい、うん、あ、なんかチョコレートっぽいというか。チョコレートっぽい、ね、ですよね。はい、でこれが、最高品種と呼ばれる芸者種。最高品種なんですか、これぐらいの品種で。ほうほうほう。これコーヒーにするとお花のような香りがするコーヒー。そんなバカな。お花の香りがするんですか？はい。え、ちょっとキープ、ちょっと他もに香らせていただいていいですか？ぜひ。これなんですか？でこちらは、さっきと同じ国のコロンビアで取れた。あ、さっきのもコロンビア。コロンビアで。コロンビア、はい、はい。あ、確かにちょっと違うな。ちょっとベリーとか。あ、でも言われたら、はいはい、甘い香り、甘い香りがなんかまた違う甘みというか、はい、はいはい。なんでそんなことになるんですか？コーヒーの中に、ま、混ざってるんですか？いや、あのコーヒーもともと果実で、うん、果実、はい、でその実の香りというか、うん、が何に近いかっていうこと。はい、初心者にはどっちがいいですか？こっち、ベリーの方が。じゃあ2つ目の方だ。はい、じゃあそちらで。かしこまりました。ブラックコーヒーにされますか？まあでもブラックが一番味は分かりますよね。はい、これ実はブラックコーヒーと、はい、あとコーヒーを使ったソーダとも。ソーダがちょっと、はい、とてもよくあって。何をおっしゃってるんだろう。ソーダが合うんですね。はい、コーヒーソーダもちょっと飲んでみたいですね。飲み比べされますか？あ、飲み比べ。同じコーヒーで。はい、ああ。豆は店内で仕上げる浅煎り焙煎。そうすることで豆本来が持つフルーティーな風味が引き立つそう。香りがすごくいいので、はい、来ました。あ、香りを感じやすいカップで、お湯のみで。うわ、香りがこれいいかも。半端ないな。じゃあ
名詞出てきたね。詳細ですね。全部英語やから読まれへん。ジャイロ。これはハイロアルシラ。あ、これがハイロっていう。はい、ハイロアルシラ。フレーバーノーツ。チェリー、ベリー、アップル、ビビット、クリーン、アシディティ。つまり美味しいっていうこと。つまり美味しいな。つまり美味しい。いただきます。うわぁ、すごい、なにこれ。ほんまやん、ぐわっていろんな味きた。いや、コーヒーなんだけど、もういろんな果実が押し寄せてくる。もはやコーヒーっていう概念がちょっと揺らぎますね。なぜこの店を始めたんですか？1年前から、はい、コーヒーの勉強会をずっとやっていて、そもそもいろんな種類のコーヒーを飲んだことがないから、うん、まずいろんな種類のコーヒーを飲むことからスタートして、おで、その時に一緒に始めて相棒に出会ったわけですね。はい、コーヒー好きが高じ、某有名カフェでアルバイトをしていたという三島さん。そんな中、同じくコーヒー好きの日比さんと SNS を通じて友達に。意気投合した2人はコーヒー勉強会を開催。そこでコーヒー愛が一層ヒートアップし、お店を開くまでに至ったそうです。すみません、根本聞いていいですか？なんでそこまでコーヒー好きなんですか、お二人？もともとイタリアンのレストランで働いていて。イタリアンのレストラン、はい、食事に行った先の、コーヒーをやってる人、はい、その店長さんに出会って、こういうフルーティーなコーヒーを初めて、自分も酸っぱいコーヒーは嫌だって思ってた、思ってたり、苦いコーヒーがとか、はい、そういうのミルク入れるのがって思ってたんですけど、飲んだ時にもうすごいベリーの香りがしたり、うんうん、もうめちゃめちゃフルーティーで、その時にいや、料理より面白いっていうところから、もう料理を超えたんだコーヒーが。一杯ができるまでに、これもコロンビアの国で、はい、ハイロアルシラさんっていう60代ぐらいの方がやってる農園さんで、これハイロアルシラさんはこれ名前やったんですか、人の？実はコロンビアに住んでるハイロアルシラさんっていう家族で経営されてるコーヒーの農園さんで、農園さんの名前なんだこれ。それが今まではどうしても伝わりづらいというか、作った人、コーヒーにそもそも生産者がいるとか、うん、っていうことだ。今回家族がいて、家族がいて、あ、ちょっと待って、それ考えたらめちゃくちゃちょっと人の顔も浮かぶ感じになってきた。それ、ちょっと一旦、ソーダ気になるんで、ソーダをいただきながらまたちょっとお話聞いていいですか？これソーダ水じゃないですか、これは。これに、あ、ここに、はい、コーヒーを。おお、何これ飲み物。何これ。ゆっくりかき混ぜて。かき混ぜると、はい、これ。ちょっと待ってください、これ。これかき混ぜる。はい。なんだこれ。あ、すごい泡がなんか絶対違うんですけど、カフェラテみたいな。え、甘い。もうジュースすごいぞ、コーヒーの魔術師。コーヒーにまつわるお話を聞いてもらいたいと思います。これは東京の四ツ谷に住む林さんという方が20代に経験したお話。深夜3時頃、飲み会帰りに四ツ谷の街を歩いていたら、目の前に血まみれの女性が倒れ込んでいたんですね。で、その女性に大丈夫ですかって声をかけたら、その瞬間にタクシーがふっとやってきて、その女性はすぐっと立ち上がって、そのままタクシーの中に入っていったんです。あ、もう大丈夫なのかなと林さん思ったら、その林さんの手をぐいっと引っ張って、あなたも来てくださいって言うんですよ。でタクシーに乗って2、3分ほど走ったところに、お茶屋さんがあって、その向かいのマンションで降りる。そこに女性に腕を引っ張られ、林さん部屋まで上がったそうです。そこで血まみれの女性が鏡を見ながら、あらやだ、ブサイクな顔がもっとブサイクになっちゃったわ、そう言って血を拭っている。その後に
どうぞ召し上がれ、そう言って一杯のコーヒーを差し出されるんですね。そのコーヒーを飲んで、あ、じゃあ私はこれで失礼します、そう言って部屋を出て行った会社さんなんですが、一体何だったんだろうと、そう思いながら家に帰って眠りについたそうです。それから1週間経って、真っ昼間の四ツ谷の町、目の前にあの日倒れていたコーヒーをもらった女性が歩いていた。あ、やっぱり夢じゃなかったんだ、声をかけてみようかな、そう思った瞬間、その女性首が異様に長くて、左右にひょこひょこ首を揺らしながら歩いていたんです。あれ、化け物だ、そう思いながら後ろをついていくと、曲がり角を曲がった瞬間にその女性はパッと姿を消す。姿が消えた、どこへ行ったんだ、でもあの日行ったマンションはこの近くにあるはずだ、そう言って林さんはマンションを探した。するとお茶屋さんがあって、あ、そうだそうだ、ここだ、この向かいにマンションがあったはずと思って振り返ったら、マンション自体がなかったんですね。あの日飲んだコーヒーは一体何だったんでしょうかね。